おはようございます。す。情報少佐で今日は「やばい !4 度目の撃墜」今度はミシガン州で謎の飛行物体を撃墜今度はどうやってノーラッド司令官米空軍大将は語ったという話で、えー、なんとですね4回目謎の物体としては3回目ですけれども今度はミシガン州でですね謎の飛行物体を撃墜したと。 発表が dod の方からありました。それについて話をしてみたいと思います、えー。これがそのステートメントのスクリーンショットですけれども、これを例によって、えー、ディープエルで翻訳しました。まあ、事件が起きたのは。この、あれですね。十二月、十二月じゃない、二月十二日に。に、えー、これがですね、えっと。ユーコン。 で撃墜したっていう話の、えー、次の日いやもうその後にですね割とすぐこれが出てきたんですね私も今日速報朝しようかどうか思ってたんですけどまあ4回目謎の物体としては3回目とかって言ってあんまり急いでもなぁと思ったんですねそれでまあある程度声明が出てからかなと思いましたでまずこれが DOD のの方の 声明になるわけですが現地の2月12日ですと。でバイデン大統領の指示の下オースティン国防長官と軍の指導部の勧告があって F16 今度はですね F16 なんですね F16 がサイドワインダー AIM-9X を発射して今度はミシガン州まあ北米大陸の カナダとアメリカの国境にある五大湖の,のうちの一つですねとても大きい琵琶湖の100倍ぐらいまあざっくり何十倍以上の大きさの大きい深さも 300m ーーぐらいですね場所によってはあるようなそんなような、えー、ところに、えー、落としたということで、えー、高度がですね約2万フィートということでこれまでよりかは低いところを飛んでおりますと。 それ,でまあ、それでですね、えー、この物体の撃墜にまあ成功したと。でこの経度と、まあ、低い比較的低いのと、まあ、経路がですね五大湖っていうことで、まあ、カナダアメリカとか、えー、と国内線も飛んでおりますので危ないということで撃墜しましたと。で地上の人々へのその影響を避けつつ。 破片の回収の可能性がありそうなところで、まあ落とせて良かったなと。で民間人が被害を受けたとかそういう話は今回ももちろんありませんと。でこの DOD の文章の後半なんですけど、後半によるとですね、まず北米航空宇宙防衛司令部、NORAD っていうんですね。これはですね、実はカナダとアメリカが共同運営している防衛組織なんですね。 でまあ、核ミサイルであるとか衛星であるとかいろいろなものを監視している場所でアメリカとカナダを結びつける非常に強力な組織にもなっているわけです。で日曜日の朝、まあ、現地の日曜日の朝この物体を探知して目視とレーダーによる追跡を続けてきたと。でその後と飛行経路とデータからこの物体が。 ああモンタナ州上空で拾ったレーダー信号と合理的に関連づけることができ、まあ、国防総省の、まあ、機密施設の近くをどうも飛行していたとこの合理的に関連づけるってあたりがちょっと意味がいましたとよく分かんない何度読んでもよく分かんなかったんですけど、まあ、ちょっとこの辺はもし今後分かったらまた別途解説したいと思います。でえー、この物体が まあ何か武力的なですね直接的な攻撃である脅威とは評価しないけれどもまあ潜在的な脅威なんだとまあその監視能力とかあるだろうしまあもちろん飛行機民間航空機と衝突したりすれば大変な脅威であるとまあ軍事的な脅威かっていうとなかなか そこまででもないかなとははここでで言ってるわけですねいずれにしても回収して詳しい情報を得ないとわからないというのが今回の DOD の発表です。でこの DOD の発表の後にですねノーラッドの司令官であるバンヘリック空軍大将がブリーフィング、まあ、記者会見をしておりましてそれの中からですねいくつか ますでまず一つ基本姿勢としてですねバンヘリックさん、えー、空軍大将すっごい偉いですよ。えーえー、日本の倒幕町と同じぐらい持ってる権力はもっと大きいですね。で、えー、私はこれら全てを国土に対する攻撃的ではない脅威と見なしていると。今回の気球および謎の飛行物体については攻撃的ではない脅威なんだと。ノン・キネティックっていう言葉を使ってますが。 で破片を回収しても多分その攻撃的ではない武力的な脅威ではないだろうというふうに考えているとでもちろんその毎日ですねノーラッドと、えー、アメリカの、えー、北部コマンド北部司令部っていうのは必要に応じていつだってその防衛する準備はできていると今回のためにわざわざやったわけじゃないけれども,もういつだって準備はできてるんだと、まあ、そう語ってるわけですね。 でその次にですねじゃあいくつかですね質問が、あのー、集まった記者の方々からあったんですねでその中の一つがまず「オブジェクト」っていう言葉についてですね「オブジェクト」オブジェクトって言ってるんですよ「バルーン」じゃなくて「オブジェクト」って言ってるんですねで、えー、金曜日、えー、撃墜されたこの気球っていうのは観測気球なんですか何なんですかっていうのがまあ一つあるわけです で、それがですねこの気球、えー、今回撃墜した謎のブオブジェクトと言ってるものについては、えー、分類する気球と分類するつもりがないと。でその理由があって気球じゃなくてオブジェクトと呼んでるんだと。でサウスカロライナで、えー、最終的にそのアメリカ大陸をですね横断して。 サウスカロライナの海岸で落とした中国のスパイ気球これは中国は「あそれうちの」だと民間企業のっぽいんだよねとか言ってんだけど嘘つけというこれは明らかに気,気球でしたと。だけど今度の撃墜した3つについてはどうも物体オブジェクト英語の,あの単語でオブジェクトオブジェクトってなってるんですけどオブジェクトなんだと。で気球ががそののオブジェクトっていうのが どういういにに上空に留まってるのかちょっとよくわからないんだとでその構造物なんか形がある構造物なんだけど中にガス状の気球とか気体があるかもしれないし何かの噴射システムがあるのかもしれないと。かもしれないかも。だけどそのいずれにしても結果的にはその上空にとどまることができるという。だけどなんか気球 と言われると気球じゃないんだよねとそういうことをバ、えー、ンヘリック空軍大将は言ってるわけですノーラッドの司令官ですね。えー、次の質問があってじゃあその形状については何なんですかとアラスカで撃墜しましたユーコンで、えー、撃墜しましたで今回ミシガン州のヒューロン湖上空で撃墜しましたと。でこれはその 三つとも同じなんですかみたいな質問なんですけど、えー、バンヘルク、えー、空軍大将が「まあ、そうですね似たようなものというのは大きさも似てると」で「風」と一緒に飛んでくるその「風」に流されてるのか飛んでくるのか速度も似てると」でその具体的な形状については実際にですねその破片を回収してその形状の詳細や どう,やってどうしてどうやって空に飛んでるのか浮いてるのか推進力があるのかないのかそれを確認しないとちょっと何とも言えないんですよねっていう微妙な答え方をしています。でこれ中国のものですかみたいな質問がやっぱりあったんですけど今のところこの3つについては特定の国に帰属するのはためらわれますとそうしないようにお願いしたいとまだその変な憶測をしないでくれと。 私には分かりませんとでまあこの飛んでる飛行物体オブジェクトを手に入れてそれが何であるか評価分析することが非常に重要だというような発表をしています。でですねえとちょっとこれまだいろいろあるんですがいくつかあるんですがそれはまたちょっと続報で話をしたいと思います。今日のまとめとしてはですね「やばい !4 度目の撃墜!」。 謎の飛行物体のの撃墜謎の飛行物体としては3回目がですね今度アメリカのミシガン州の大きな湖で F16 が撃墜しましたとでそれについてノーラ a ド司令である米空軍大将がいろいろコメントし,、ま、していますとまあオブジェクトという名前にしたいと気球と言われるとちょっとなんだか違うんだよねとで形状も どうしてそれがそこに浮いていることができるのかとかそういうこともよく調べないと破片を回収して調べないとわからないとで中国のものかって言われるとちょっと今のところそれもわからないのであんまり憶測してくれるなというところが、まあ、現在、まあ、アメリカ軍アメリカ政府、まあ、カナダ政府も含めて、えー、落とされた、えー、オブジェクトの概要であるというところまで今日はお話をし,しました。 えー、動画の下のいいねマーク、チャンネル登録、コメントも大歓迎です。今後ともどうも、えー、どうかよろしくお願いいたします。情報ソムリエ少佐でした。